皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、群馬県の伊勢崎市の中心市街地を歩いた時の様子をアップしたいと思います。以前ですね、伊勢崎市の郊外の様子をすでに動画で上げていますので、そちらとぜひ比較してご覧いただきたいと思います。郊外の方はですね、商業施設が、オートレース場を中心に発展していまして、あとね、工業地域もね、かなり多くあるということで、大変栄えている様子をご覧いただきました。今回ですね、その影響というか反動でですね、空洞化してしまいました中心市街地の様子というのをね、ご覧いただきたいというふうに思います。先ほど映しましたけども、ベイシアのね、かなり大きな、商業施設だったりね、あとは小さなオフィスビル街とかを、映しましたけどもね、これさらに、伊勢崎駅の方に寄っていきまして、 JR 両毛線と東武伊勢崎線のね、あるところですけども、で先ほどベイシアとかね、なんかオフィスビルとか並んでいたところが東武伊勢崎線の新伊勢崎駅のね、周辺だったという感じで、栄えているということですよね。で、これがね、伊勢崎駅の方の、近く、多少距離はあるんですけども、その中心市街地を映している感じですが、先ほどからね、映していて分かりますように、かなり夜の飲み屋街が大変多いと。伊勢崎市なんですけれども、在日のね、ペルー人とかブラジル人の方が大変多くいらっしゃって、人口のね、ウィキペディアで、6%を占めるみたいなね、ことを書いてありましたね。10年前の統計のようですが。その影響でですね、大変、飲み屋の看板がね、ギラギラと光っているような感じで。そのエリアを離れていきますと、このように多少ね、落ち着いてくる景観となってきまして、奥の方にはね、普通にこのようにマンション群だったりとか、ちょっと古めかしい、個人のお店とかもありますけれども、普通に日本らしい飲み屋があったりとか、そうですね、こういう銀行系だったり、郵便局系だったりね、そういう建物もありますけども、で、このね、今歩いている道路なんですが、群馬県道の2号線でありまして、前橋館林線とね、以前も、郊外を歩いている時にね、そこをだいぶ歩きましたけども、そこから連なっている道という感じで、あるようですね。その2号線の様子をご覧いただきました。飲み屋が、多く占めていたりとかね、あと個人のお店だったり小さな商業ビルみたいなのもありますけどもね。ということで、少しね、駅から離れていた中心市街地ではありますけども、少しずつ駅の方にね、寄っていきたいというふうに思います。このようにね、道路とかね、建物だったりっていうのは結構新しいような感じがしまして、再開発と言っていいのか分かりませんけども、結構そういうね、古いお店がなくなっていって、新しいね、オフィスビルだったりとか入ってきてるのかなというふうな感じがしますね。ということで、映像の方では伊勢崎駅の方に到着しました。このように駅にはですね、駅前に、ベイシアのね、スーパーマーケット、かなり大規模のスーパーマーケットが入っていまして、私も中覗きましたけどもね、大変品揃えも豊富で便利でしたね。で、こちらが、JR 両毛線および東武伊勢崎線の伊勢崎駅になります。このように中はね、居酒屋とか、小さなコンビニとかね、キオスク的なのあったりしますけども、そんなに大きな規模の駅ではないですね。その代わりね、東武鉄道と JR 線がね、乗り換えやすい感じで。ということで、駅の今まで南側を歩いていましたが、北側を歩いていきます。これね、ほら、先ほどブラジル人の方とか多いと申し上げました、これモスクがね、あったりするんですね、駅の北の方ね。で、駅前の様子ですけども、ホテルがあったりとかね、普通にマンションとか住宅街という感じで、そんなにはっきり栄えている感じではないですが、ちょっとね、奥の方を覗いてみると個人の、飲食店があったりという感じでいい感じですね。で、そこから少しね、東の方に行きましたら、このように、また、大型のね、寿モールというそうなんですが、県道73号線にある、お店ね、これ、しまむらとか、松
キオ、セリアの100円ショップ、そしてベルクのスーパーマーケットとかね、あってで、奥の方にね、観覧車が今見えましたでしょう。このね、伊勢崎の市街地の北の方にですね、あの遊園地があるそうでして、そこもね、観光地の一つだそうなんですが、そこの、あれ、遊具が見えていたという感じになるようですね。で、これね、ちょうど JR 線と東武線がね、両方見えている感じになりますけども、今映っている、走っているのが、東武伊勢崎線の電車となります。伊勢崎線と名が付くだけありましてね、この伊勢崎駅が、まあ、終着駅ということになりますよね。で、そのね、線路をさらにまた南に戻りまして、県道68号線を東の方に進んでですね、中心市街地の東側をご紹介したいと思います。今映しましたけどもね、また結構大型のスーパーマーケットといろいろね、あとツタヤとかがね、いろいろくっついてる大型商業施設があってと、まあ郊外のようにね、道路沿いにたくさん、郊外型ロードサイド店舗が並んでいるという感じではないんですけども、ところどころにこのような、複合商業施設が並んでいるということで、結構便利な、中心市街地のね、あの空洞化ありましても大変便利な街ではあるのかなというふうに、見ていて感じますね。はい、東側の方ずっと歩いてますけども、まあドラッグストアとかコンビニとかね、まだまだ続いていまして、で、パチンコ屋さんとかありますけどもね。これをね、ずっと東に行きますと、これ桐生伊勢崎線という道路なんですけどね、それをずっと東に行きますと、あれなんですよね、また、かなり大型のね、スマーク伊勢崎というそうなんですが、かなり大型のね、商業施設があるようでして、まあイオンぐらいの規模はあるんでしょうか。で、今回泊まったのがこちらのね、ハーベストホテルという大変安いのがね、その、桐生伊勢崎線の方にあったので、こちらで泊まったんですけどもね。で、そのホテルのね、さらに東の方に、歩いていきまして。で、そのね、スマークというのがね、私地図で見た感じだとね、かなり歩いていくには遠いようなね、印象を持ってしまったんですが、実際にはね、なんか私の脚力だったら行けそうでしたね。次回、伊勢崎に行くときはね、そのスマークというところも行ってみたいと思います。で、この辺ね、その市街地の東側ということで、まあ、小さなスーパーマーケットだったり、まあ結構ね、ブラジル人、ペルー人向けの、スーパーマーケットがあったりという感じに、なっていますね。やはり人口の何パーセントも占めているだけありますね。ということで、これね、翌日の映像となりまして、この時は何に乗ったのかな？ちょっとね、時系列がバラバラなのでね、記憶に、多分両毛線でね、桐生市の方に向かったと思います。また桐生市のね、市街地を歩いた時の様子をアップしますので、よろしくお願いします。また伊勢崎もね、リベンジして、そのスマークだったり、行ってないとこ行ってみたいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。